株式会社 CLS の。 たひろさん、ハマリユースっていう言葉でようやく何,の何をやってるかなっていうのがちょっと想像できるんですけども、えー、タさんのお話を伺いたいかと思います。最初ね、多分ね、ハマリユースっていうあの言葉を聞いて、ああんな話かなっていうふうに、あの、想像ができる、あの、方も多いかと思いますので、では、タヒさんに大きな拍手をお願いいたしますはーい。 改めまして、滝野さん、こんにちは。どうも、こんにちは。はい。 ひろ<の>さんね、ね、実はあのご近所なんでなんかちょっと緊張してる感じするんですけどいつも、なんか、んかね、わあ、こんにちはという感じとちょっと違うひろさんがいて、はいんね、なんかちょっと不思議な感じが、はいはい、するんですけどもじゃあ、ひろさんの,の CLS、まあ、ハメディユースと CLS、まあ、両方なんですけどもどんなあの取り組みをされているかあの改めて私、聞くの初めてなのでお願いします。そうですね あの私自身ですねこの SDGs 文化祭というのは非常にゆかりと感じておりまして今まであの2回いろいろと協力させていただきまして家族でも体験させていただいてますそこでですね弊社の方であの今まで取り組みをしていた事業コインロッカーの事業があるんですけど それ以外に新たに浜リユースで横浜でリサイクルリユースをという思いで新たな事業を立ち上げることができましたそのストーリーをですねあの画面をご覧いただきながら共有させていただければと思います改めてですねあの弊社今の遺品整理不要品買取の事業をさせていただいております株式会社 CLS 浜リユースの田広高光さ申しますよろしくお願いいたします どううもありがとうございますあの簡単にです、ね、あの自己紹介をさせていただきますと私はです、ね、1982年8月生まれですねあの生まれも育ちも横浜で生水粋の浜っ子となりますあの小さな頃からです、ね、海のそばで育ちまして釣りが大好きで最近でも父親と娘を連れてアジを釣りに行ったりそういった日常を過ごしております。 あとですね、娘があの横浜 DNA ベイスターズのチアリーダーを習っておりまして家族でここ最近ベイスターズを応援する日々そういった日々を過ごしております次にですね、あの横浜 SDGs 文化祭でです、ね、いろいろな出会いがありましたのでそちらを紹介させていただきます、まあ、あの子育てをする中でですね、あの横浜 SDGs2001 に参加しましたトークイベントですとか音楽会を拝見した後にですね、奇跡の出会いがあったんですね。 それはですね、マイクロプラスチックストーリーという映画を見てあの感動した私はですね、古物商の免許も取得しておりまして、地元の親切なリサイクル業者とともに、地域に根付いたリサイクル普及活動というのを始めました。それがですね、こういった形であの子どもたちもリサイクル普及活動、あのマイクロプラスチックストーリーを見た影響で、ですね、旅行先の,あの伊豆の下野でですね、ビーチクリーンに参加して、あの ゴミ拾いのあの奥深さです。とか、あの楽しさを覚えたようですね。それでですね。あの旅行先から横浜に帰ってもこういった形で地域でですね。ゴミ拾いをですね。まるで、子どもたちはゴミをた宝を探すような形であの楽しんでおりまして、私もこの機会でですね。地域の方々との交流です。とか、あのゴミ拾いをされている事業者様とのつながりっていうのを、あの改めて気づくことができました。 そういった事業をあのいろいろとしていくと、ね、私自身もあの新たな事業を立ち上げようというふうな思いになりましてハマリユースという事業を立ち上げましたあの女性のお客様でも安心していただけるように作業の方、男女2名で伺うような形の1つの特徴を持っておりますそれ以外にもです、ね、3つの特徴がありまして1つ目はあの何といっても鑑定力ですねゴミから価値を生み出す目利きというのがです、ね、得意としております 2つ目が不要品をリユースそして新たな資源へと再生お片づけをです、ね、楽しいワクワクするような新たなステージだというふうな意気込みで活動をしております次にです、ね、弊社の簡単なサービスとあの仕分けのについて紹介させていただきます女性スタッフとともにあの貴重品愛着品をです、ね、あの丁寧にお客様に代わってです、ね、あの管理保管しますそれ以外にもまだあの普通に使える家電家具 あとはバッグ小物なんていうものもですねあのお片づけをしていると出てくるケースがありますのであのしっかり査定をして買い取りをし作業費軽減に努めておりますあのエコロジーでエコノミーな事業をあの展開することを心がけて活動をしております次にですねあのこういった形であの地域に根付いたボランティア活動クリーンアップ活動というのを大通公園館内など大通公園でですね第1日曜日朝の8時から約2年ほど あの渡辺智子さんなどと一緒にです、ね、活動しておりましてあの地球環境を守りながら地域の,あのつながりというものを持っておりますあの最近はですねゴミ拾いは服拾いだなんていう合言葉をもとに多い時では120人を超える参加者がゴミ拾いに集うこともあります、はい、そんな私がですねなぜ不用品買取をこんなに強く訴えているかここポイントなんですけどそれはですね はい、日本国民1人当たり平均の隠れ資産がなんと53万2千円もありその大半がその資産に気づかないまま捨ててしまっているんですね。と、はい、いうふうに思う,思うじゃないですか実はですね、メルカリさんの方でこういったデータがありまして隠れ資産というのは1年,1年間家庭にある不用品使わないものですね。そういった、あの 使わないものの品数とメルカリの中で出品されていたその品数の平均をですねあの価格にしたあの金額になります。それがですね約53万2000円もあるとメルカリが発表されておりますね。ね、あのー、これがですね世帯別、あのー、隠れ資産になります。1世帯当たりにならしますと約110万円もある。さらにですね 夫婦2世帯で50代、60代になると130万円を超える確率資産があると言われておりますね。でさらに驚くのがです、ね、このあなたが頻繁に行う不要品の処分方法を教えてくださいという統計があるんですけどそこの中で一番多いのが圧倒的にゴミとして廃棄、はい、あのやっぱこれの数字を見て、私はまだリサイクルという部分の普及がまだ追いついていないなというふうに感じております。 次に、ですね、ここあの不要品の処分方法値段あの世代別にですね、こういった形で統計が出ているんですけど、なんと20代、30代、40代トップがですね、やはりあのゴミとして廃棄なんですね560代の方でも多いのが知人、友人、家族に譲渡でその次にですね、あの自治体不要品サービスの利用という形でですね、やはりまだあのリサイクルの普及というのがここに この数字を見てもあの全然あの広がってないなというふうに感じましたでここに最後にですね年末の大掃除で捨てられる不要品これがですね国民一人当たり約8.5万円もあるそうですこれだけあの捨てれる捨ててるものがあるってに皆さん気づいてない現状ですねそこでですね私のサービスがどのようにお役に立てるかこちらなんですけどそれはですね私はなんと 古物市場という市場で培った目利きがあるからそれを差し引いてお客様に還元できます要するにゴミから価値を生み出すのを得意としております一つの実例なんですけどこれはあの横浜市にある一軒家遺品,整理業遺品整理のお仕事ですねあの解体業者からこういった形でもう見るからにゴミ屋敷田弘さんって呼ばれてこの 現状、何かあのお宝見つけてくれないかってこと言われたんですけど私もこの現状を見てうっと思ったんですけど押し入れの中、段ボールの中いろいろ見まして私、お宝発見することができましたそれがです、ね、あの本来は捨てるはずだった解体業者さんが捨てるはずだったおもちゃこれだけあるんですけどこれ合計で12万円で買い取りすることができました。 はいあのー、そしたらです、ね、解体業者さんはこれから毎回、あのー、田廣さん解体の際、呼ぶ舟、ね、といううに呼ばれまして <laughs> さらにお客様からもです、ねあのー、これだけ、あのー、作業費が軽減できたと本当に、あのー、涙ながらに喜ばれまして、まあ、本当に仕事のように好きる思いでしたね。 はい、あの最後になります。あの私をこのように覚えてくださいという部分では。ゴミから価値を生み出す。何でも関係ないみたいなお片付け業者がおりますと。あの今までになかった。ドキドキワクわく体験をですね。このお片付けをて提供することができます。あの簡単になりますけど。以上となります。ご清聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。も、ま、う、あ、なんか最後のお宝十二万に会場が沸きましたけど。<laughs> はい。<laughs> ね、多分あるんだろうな、みたいなね。特に今ですね、あの、昭和がちょっとね、流行ってるんでね。まさにそうはい。あの、この会場とかでもね、あの、そう、今度の9日に、あの、田弘さんが感銘を受けた、マイクロプラスチックストーリーズのね、あの、上映会も行われますので、なん何時からでしたっけ 13時半からですね、もうこの映画は、あの、何回見ても、あの、気づきのある映画で、あの、私も、あの、マイクロプラスチックストーリーズを知ったのが、第1回のこの SDGs 文化祭だったんですね、同じ時ですよね、本当にあの素晴らしい映画で、えっ、ー、と、日本語の吹き替え版もなんか出て、今年。いはい。 まだ私は見ていないんですけどもあの小さな子どもたちにもねなのですごく分かりやすい内容になったみたいで年に1回は見ようというふうには思っているので。はいあの日も ね、9日ねまだ見てない方がいたらぜひこの会場にあの集まっていただければなと思います。でさっきのねあの腰回収なんかさっきあの一番最初にお話ししたあの東京事務所のねあの高橋さんの事務所でぜひ腰回収とかもね、はい、あとあのおそらく。 本もたくさんあるかと思いますのでよかったらいろいいいいろとご協力させていただければと思います、ね、本当にあのいろんなあの活動があるんですけどももう2030年ってあっという間かと思うんですけども、うん、具体的に2030年に臨む姿って今ばっと説明があったと思うんですけども、はい、もう一回改めてどこを目指して私の方でもお,お片づけをしていると団婚世代の方 がですね、やっぱり大量生産大量消費をしてきてましてあの私がお片づけしていると贈答品ですとか食品そういったものを多く処分する機会がありますで私も子供がいまして次の世代ですね次世代のにはあの大量生産大量消費ではなくて必要なものを必要なだけ使う,ということをですねこれからあの2030年に向けてしっかり教育できるような形のプラットフォームを作,ればな作りたいなというふうに思っております。 そうですねさっきあの福田さんのお話にも、ねはい、美人冷蔵庫の,あの食品ロスアドバイザーの福田さんからもあのお話があったんですけどもあの買う前にあの必要かなとかこの量でいいのかなっていうふうにちょっと考えるっていうこともすごく大事っていうことですよね。はいはあ、あとはね、えー使っ 使い終わった後のまたリユースの方法だったりとか普通にあ,あしたごみの日だからポイって言うんではなくてもう一回捨てる前にこう考えてみるとかうんそういういのもすすごく大事ですよね,ですねあともう一点、本当にお片付けをしてますと時代のせいなのか今までの時代の方っていうのは写真、アルバムがいっぱいあったり何十冊もあったり実際、それを処分するとなるとただ燃えるゴミでは捨てられなくてとても大変だったり。 あとはですね年賀状ですね年賀状もたくさんやっぱり時代の変化に応じてやっぱあの年賀状ですとかあのいろいろ変わってくると思うんですけど、まあ、これからの次世代あの、まあ、世代に合った時代に合ったそういったものであの悪いとは思いません写真とか年賀状それに変わったもの何かをあの継承してできたなとうう思っております確かに、はい、写真ね本当に多いです。 そうですねただもうだいぶ減っちゃいましたよね。はい、変わりましたね時代は変わりましたでも、うん、あのとっときの一枚っていう考え方もありかなと思っていて、ねうん、あのむやみやたらにたくさんっていうわけではなくてでもやっぱりすごく紙に残ってるものってすごく、うん、あの大事なのであのやっぱとびきりの一枚っていう感覚をやっぱ、うん、持ちたいなとも思いますし。 あのお手紙とかもね、やっぱりすごく大事な文化だと思いますし、大事。なんかはい、それだからこそあの、心を込めて書くっていうことがね、す,ねあのすごくあの大事かなと思います。あの実は、この,あの後ろにある、この横浜エフスリリーズ文化祭っていうね。これもあの、書道家の淡津先生があの書いていただいたものなんですけども、まあ、こういうのって。 愛にやっぱ絶対捨てられないものですよね、うんうん、でこれをやっぱ大事に大事にあの継承していくものなので、うん、あのパパって「愛に」っていうものではなくて、うん、やっぱそれはあのあこれはすごく大事なものだから大事にしていこうねっていう、うん、あの手作りのものだったりとか、うん、あとはですねあの困るのがあの子どもの工作とかってどうですか 捨てる前に写真に撮ったりとか、今、携帯なんで携帯で撮って、アルバムを作ったりとか、そうですそこは写真に残しておくってメモリーとして。そうですよね。実はですね私もですね、ありがたいんですよ、社会人になって一人暮らしを始めていたらですね ある日突然母親から宅急便が届いて、何だろうって思って開けたら、私が幼稚園の時に作った <laughs>、あの、ひな人形とか、あの、工作とか、なんか上履き袋とかが、あの、箱に詰まって入ってて、 いやいや、これはどうしようっていう、あのですね、あの、まあ、母親は、まあ、一枚上手でしてね、あの、本人に返したんだよって言われたんだけど、いやいやいや、みたいな、そういう、あの、あの、ね、方もあるかなと思っていて、まあ、今思うとですね、あ、なんかすごく、あ,あ、こうやって、あ、取っといてくれたんだなっていうふうに、あの、思って感謝して、あの、自らの手で処分しました。はい。<laughs> <laughs> つんですよね。なので、あのもしね、あの処分に困ったお子様との思い出の品があれば、あのご本人に返却っていうのもあの一つの手かなというふうにあの思うので、あの良かったら田博さんも今後そういうのが出てきたら、あのご本人のあの成人したお子様にあのご返却したらいいですかねっていうふうに、はい、あのそんなふうにあの思えればね。はい、そうですね。はい、今ならあの笑い話にもなりますので、はい、そんなふうにね、あの これも一つはリユースかなと、はい、思いますので。幅広いですね、リユースの仕方は。はい、はい、そうですね、はい、あと他にどんな困ったものとかありましたか。うん、そうですね、やっぱ、あの。一番、やっぱ困ったなと思うのは、食品ですね。あ、そうですね。う,うん、うん、うん。腐食して、まあ、匂いが、ありするので。そうですね。はい。困ったな、いいのが。そうですね、はい。 で田広さんいろんなところであの活動してると思うんですけども、主に横浜中心で横浜を中心に1都3県には動いておりまして、さあ、うんはい、の,の地域に根ざした活動、まあ、先ほどもお伝えさせてもらいましたように、はい、大通公園の周辺で、花広い活動をしたり、はい、地域に根ざした活動という部分で、はい、ハマリユースという名前で、うんうん、横浜でリユースをというふうな思いで活動をしておりますす、はい、そうですね、はい、あのこちらの,の SDGs 文化祭の会場の,あの出店で、エンドバさんという、あの山 小館にあるあのコミュニティスペースがある、はい、ハウスがあるんですけどもそこでも田廣さんねお片付け相談会やったりとかっていうのもてあのしてますので今日もこの2時から実はお,あ時からお片付け相談会がありますのですよ、ねはい、そこではですね、はい、セミナーがありまして、はい、先ほどのつ、はい、続きでですねあの 面白いクイズなんかも用意しておりますんで、目キきクイズなんかもありますんで。あじゃあ12万ゲットはい。面白い。なぜ12万が、あの、なったのかと。そこすごい知りたい。面白いのがありますので。はい。ちょっと。2時にね。はい。間に合うのであれば。はい。この、港未来ギャラリーにお集まりいただければ、あの、おうちの中の、 ね結構大きいでしょ。12万以上あるかもしれないですよね。はい、いはい、あのクイズ形式でお宝発見探偵団みたいなのを、はい、こう。はい。 企画やっております、ね、そうですね。片付け楽しみになりますね。はい、す今、実家とか今行きて、ちょっと片付けしたくなりました。はい、<laughs> あるだろうな、はい、きっと。みたいなね。はい。じゃあですね、えっと、2時から、はい、あの、お待ちしてますので、はいえー、よろしくお願いいたします。いますはい。本当にありがとうございます。ためになるお話ありがとうございました。した皆様、大きな拍手をお願いいたします。 ありがとうございました。えー、株式会社 CLS 代表取締役、ハマリユースのひ弘、えー、さんでした。本当にね、えー、ためになる。もうなんかもう2時、2時に、えー、田弘さんからお宝発見の技を聞いて、えー、ちょっと おうちの中でお小遣い、ね、あの、お小遣い化石ができたらな、なんていうふうに、あの、ちょっと思いました。はい、ありがとうございました。はい。ではですね、え、横浜 SDGs 文化祭、今日で4日目だった。 この SDGs 文化祭、今、あの、ご覧いただいている共産企業団体の方々のご協力のもとで成り立っております。これからね、本当たくさんの方の思いでつながっている文化祭です。あの、本当に多くの方のご協力ありがとうございます。ぜひぜひご覧いただきたいと思います。この後10日まであと3日ありますので、この動画もまた同じ時間に配信がございます。どうぞ。 よろしくお願いいたしますありがとうございました